驚いておるな。よかろう。待たせたな。世の名は天本るい。秘密結社ブラックアウトサイダーズ、通称 BO 団の団長だ。おめでとう、風間公太郎。そなたは名誉ある BO 団の団員に選ばれたのだ。さあ、世の手を取る。そして世のために働くがよい。どうした、緊張しておるのか。ウブなやつに。ふむ、分かった。3分間待ってやお待たせいたしました。風間くん、そのごめん。そなたが頭を下げることはない。すべて世の指示だったのだから。先ほどのはすべて演技ということでございますよ。ごめんね、アルバイトを紹介したのも風間くんをここに連れてくるためだったんだ。ルイさんに風間くんの話をしたらすごく興味を持って。先ほどの戦いを見て改めて欲しくなったとも思う。その熱い魂、大いに気に入ったぞ。もう一度言おう、世のものとなれ風間光太郎。そなたにはその価値がある。そなたは世のものとなるべき存在なのだ、風間光太郎。どうしてもダメか。そうか。ちょっとあんた、ルイ様がこんなに頼んでるのよ。何も考えずうなずきなさいよね。そうすりゃ幸せになれるのよ、人生ゆり色よ。猫とは失礼ね。そりゃまああっちの方はどちらかといえば猫だけど。ってそうじゃないわ。このスーツにはルイ様がつけてくださった猫にゃんっていう可愛い名前があるんだからね。ちょっと気安く呼ばないでくれる。まあまあ二人とも落ち着くのだ。ですがこいつルイ様に不敬を。よい、突然のことで光太郎も戸惑っておるのだろう。いきなり過ぎたと反省しておる。だが要は謝らない。コンパニオン派遣会社は世を欺く仮の姿。その実態は悪の計画である東京ヒーロープロジェクトを阻止すべく結成された秘密結社なのだ。
その通り。都知事は配下のヒーローを使い東京を支配するつもりだ。それこそが THP の真の目的。我らはその野望を阻止するために立ち上がったのだ。東京の平和は我ら BO 団が守る。さすがです、ルイ様。一生ついていきます。ご立派になられましたな。そう褒めるでない、照れるではないか。これで理解できたの？さあ、世と共に東京を守ろうではないか。どうし光太郎よ。本当にそう思うのか？そなたは昨日自分の目で見たはずではないか。ヒーローが不思議な力を使い猫ニャンと戦っていたところ。こんなに頼んでおるのに入ってくれぬのか？人手が足りなくて困っておるのだ。人助けと思って。ん？光太郎、入ってくれたらバイト代も弾むぞ。今ならプールのチケットもつけよう。東京の平均賃金の5倍は出そう。では逆にどう？悪とは何だ？では正義とは何だ？ヒーローと BO 団の正義は違う。ヒーローが正義を名乗るなら我らも我らの正義を名乗ろう。悪の秘密結社ならぬ正義の秘密結社というのは悪くない。この様子ですと答えを決めかねておられるようですな。突然の申し出で戸惑うのも無理ありません。ここは一度時間を置かれてはいかがでしょうか。そうだ、考える時間も必要か。よかろう。では明日もう一度返事を聞く。考えがまとまったら再びこの場所を訪れる。では明日また会おう、風間光太郎。良い返事を期待しておる。